こんにちは、血液中継でございます。私前回ねベスパーという武器を使っていたと思うんですよ。ベスパーという武器は BO3 の中で最も連射速度が速い武器なんですよね。それにラピッドファイヤーっていうやつをつけてさらに速くしてイヤッホーみたいなことをやろうと思ったんですが、ラピッドファイヤーをのアタッチメント解除した頃にはアップデートでベスパー弱体化ってちくしょー、くそー、弱体化してしまったんだ、ちくしょー。でね、連射速度がねすごい速くてね、普通の連射速度やったらまあこんなもんでさ、まあ高2ぐらいかな、うん、俺が高2ぐらいの馬力やなこれは、まあこれが普通のやつね。んでこの拡張マガジンっていうやつを使うと、今のドルルルが 2,3 秒やったやんか、それがねほらちょっと長持ちできるでしょ、うん、ちょっとだけチロリなんだ。拡張マガジンバージョンのねラピッドファイヤーやねんけど、まあ若干早いよね、うん、まあ中学生ぐらいやね、うん、まあでもねこのファストマグいうやつをつけたらリロードが速くなるよ。でリロードが速くなったらまあ2日ないしまあ1時間ぐらい、うん、でかませると思うね、うん、まあ俺中学ぐらいの時やったらまあぶっちゃけ賢者タイムとかなかったから、まあ分単位でリロードは完了してたんやけど、もう今はもう一回もう発砲してもうたらまあ1週間はきついかな、うん、リロードに1週間ぐらいはかかる、うん、だからファストマグっていうのはね大事なのよ。ラピッドファイヤーだけをつけてしまうとまあもう一瞬でさ、んでリロードも遅い、もうなんかねカカッてならんやん、やんかめっちゃ遅いね。だからねベスパーを使うときは拡張マガジン、ファストマグは必要不可欠なんですよ。っていうことで皆様に拡張マガジンとファストマグっていう大切さをね口説いたところでね、今回はこれを使って、まあ、ラピッドファイヤーありでやっていこうかなと思うんですよ。ちょっと今回はフリーフォールっていうやつがあるんですよ。みんな敵ってやつ、うん、味方がいないってやつね。でそれをねボット戦のベテランで18人でやろっかなと思って、フリーフォールもともと6人ぐらいなんだけど18人でちょっと白黒つけようかなと思ってね、うん、やっぱこんぐらいしないともうやっぱね俺燃えるものがないっていうかね、うん、7億だよキロレ、うん、7億すごいから、もう馬力が、うん、いやもうほんと俺馬力がすごいから。みんななんでコンドームつけんの、やっぱり避妊のためでしょ、俺ちょっとね変わってくるんだよね、うん、あまりにもピストン運動が速すぎるがゆえに生でやると皮が擦り切れてしまう恐れがある、うん、よってゴムをつけるみたいなところあるよねやっぱり、うん、ちょっと待って、今俺のこの言葉聞いてもちょっと女性の皆さんジュルリってしないで、もう味わってみたいとかそんなもうやめろし、もうやめろし、もうダメダメよほんまに、もう俺のチンコそんなに安くないからね。ということでやっていきましょう。さあ行こうベスパーだ。さあ敵は18人だぞさあ私と勝負しよう。あれれあれれれ、18人もいるのに狭いマップだというのに私の目の前に敵がいないではないかこの距離でもやってしまうんだ話にならんね、出直してきたまえ。なんだ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 、おい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 、ちょっと待って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 、なんだお前、うわぁ、うわぁ、何やねんこれ。まあでも下から2番目っていうことはワンショットワンキル、まあ込み込みで上位食い込んでるようなもんやな。ちょ、なんかあかんわ、あかんあかん、あのねもう COD やってる人たち特有やねんけど、もう自分の命をねやっぱ軽んじとるよね、うん、もう何回でもリスできるんだと、うん、なんか命をリロードしとるみんな、うん、よくないと思うそういうの。もう俺ね最近あればっかりやってるやん、七色の成功 ECG そればっかりやってるから、ちょっとねあれ一回死んだらもうリスできないやん。ライフ1にしようかな、フリーフォール、そうしよう。っていうことでちょっとね一点選手でやるわ、一点選手、うん、もう先に殺したもん勝ちやから、うん、もうこれやったらねやっぱ俺の長所というか得意分野がやっぱ出ると思うわ。もうなんかフリーフォールってもう縛り縛りやん、縛り縛りでね
もうなんか窮屈やわ、難しい、うん、応用が効かんわあれ、うん、これやったらいける。もう先に見つけたもん勝ちやからね。これ前方に敵がいないってことはおそらく私の右斜め120度ぐらいにいるはず。こっちだ。いやーよっ出た、見た見た、マジ神、マジ神、マジ神ちゃん、これこのキルカメは、このキルカメマジ神、こんなはずじゃなかったほらーほら、中級兵、やっぱり中級兵のいいとこ出たわ。これやったら俺、これ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 、もう感じたもんね、私のこのシックスセンスか、もうなんかセックスセンスかなんかようわからんけど、もうね出とったもん、うん、後ろにおるって。ほら誰もキルできてない、みんなゼロキル、俺だけやで敵やった。1の100倍は100やで、0の100倍0やで、1の1兆倍は1兆やで、0の1兆倍は0やで、もうとどのつまり俺とその他大勢は1兆倍の戦力差があるっていうことで、これで私の強さがね、まあ世の中に証明されてしまったでしょう。まあ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 、あんまりねその俺が強い